皆さんこんにちは。私子供たちにご飯とかお米を たくさん食べさせたくて、子供たちもご飯が大好きなんですね。で、白いご飯も好きなんですけど、いろんなご飯のバリエーションが好きなので、子供たちってカレー好きじゃないですか。でもカレー、白いご飯にカレーかけたりすると、しょっちゅうと飽きちゃうので、それをちょっとこうカレーチャーハン風にして、我が家はカレーチャーハンとか言ってたんですけどね、ドライカレーとはちょっと違うっていう、でも似てるかな、でもカレーじゃないなみたいな、それちょっと中途半端なんですけど、子供たちが好きな、我が家で呼んでるカレーチャーハンを作りたいと思います。コツというか、そのポイントはね、この豚肉のこの分厚いのを使うっていうことなんですね。これがこう、だからその鶏肉とかね、ひき肉とかいろいろありますけど、牛肉とかありますけど、それではちょっとね、これがやっぱり一番美味しいんですよ。ということで、これをね、まず、1センチ角、ちょっと大きいぐらいかな、分厚さが美味しいんですね。四角じゃなくてちょっと長方形かなっていう感じですね。ちょっとこんな感じ、ちょっと長めっていう風にしてました。縮みますからね。でこれでね、これもね、このままでも悪かないんですけど、なんかね、お肉ってやっぱりちょっと塩味がないとなんかピリッとこないので、塩コショウで、ちょっとこれは塩コショウなんですけど、ちょっとだけまぶしておきます。でね、ちょっとこうまぶしとくっていうか、ちょっとだけでも違うんですよね。でこれと、であとはですね、玉ねぎとピーマンと人参ですね。でね、玉ねぎもね、意外となんかそんなに小さくない方がいいっていうか、これもちょっと歯ごたえがあった方がいいので、1センチ角とは言えないけど、ちょっとそれの小さい感じですね。であとこれが玉ねぎ、こんな感じ。だからカレーに入れるよりははるかに小さいですよ。でこれって、あとね、ピーマンがいい仕事するんですよ。これは2個ぐらいでいいかな。でこれで、これもこれはあんまり小さくしないっていうか、ちょっと食べがいがあるぐらいの大きさがいいっていうかね。でこれはちょっと正方形って感じですかね。だいたいチャーハン系とかオムライス系とか、だいたいもう材料決まってますからね、何をまぶして味、どんな味にするかってだけなので、ピーマンとか人参とかも常にあったっていう感じですね。人参はなんか分厚くするとやれない、ちょっとこれを薄め、はい、こんな感じで、でこれで材料が揃いました。まずこんな感じの順番で炒めていきます。割とね、こんな感じで、カレー粉も必要なんですよ。これカレー粉とね、このカレールーですね。これは何でもいいんですけどね、これ今回はちょっと中辛にしましたけど、別に余ってるので十分なんですよ。で何でも日頃使ってるカレーで、カレールーが余ったりすると、こういうカレーチャーハンするとかね、してました。でこれでですね、ちょっとお肉をまず炒めますね。これはね、よく炒めないと、豚肉なので特にね、よく炒めてくださいね。でもカレー粉もね、結構私の家から持ってきたんですけど、これ意外となんかちょこちょこと使うのにいい感じです。カレー粉なんか意外とね、こう香ばしいっていうか、ルーだけだとちょっと、だからカレーを作る時もルーも入れるけど、カレー粉もちょっと入れるっていう感じにしたら美味しいんですよ。ちょっとね、大きいかなっていう感じぐらいが意外とね、いい感じなんですね。ちょっと歯ごたえがあるぐらいがお肉は、いやー、なかなかね、結構人数が、子供たちが全員いる時にはなんかすごい腕力がいるっていう感じの料理でしたね。右をいつもなんかいろんなことをして、なんか子育てって大変ですよね。食べさせるだけじゃないですからね。だいたい炒まってきましたかね。こんな大丈夫そうですね。であと次、玉ねぎ入れます。玉ねぎとピーマンはね、ほっとくと傷んじゃうんですけど、玉ねぎと人参とじゃがいもって、常に常備しとかないと、なんかね、いろいろできないですよね。玉ねぎも炒めすぎるとしんなりなりすぎるから、シャキシャキ感を残す程度、これに
まあ、人参とピーマン入れるっていう。でこれね入れて、まあ、炒めるっていう。割とこれなんかこれは平べったいあのフライパンなんですけど、ここで中華鍋みたいなのよく使ってました。あれがなんかたくさん炒めたりできるので、こういう感じで、まあ、大体こんなもんですかね。ここまで来るとですね、ちょっとね真ん中をね、ちょっと出ますね、真ん中を開けて、ちょっとねこれですと焦げるのでちょっと一回切ります。でこれであとねちょっとまあ人数見ながらあれなんですけど、カレーのねこのルーがあるでしょ、これまあ細かく切ったりしたらいいんですけど、まあちょっとよなんかまな板とか汚れたりするの面倒でしょ、だからちょっとねこれ切ったりしてこれ でちょっと小さめに切って、まあ2つぐらいかな、2つぐらいですかね、多いと辛いんでなんかこんな感じでね切って入れます。これだと2個半ぐらいですかね、ちょっとこんな感じ。そしてでこれね火を入れるんですよ。でこれでちょっと溶けるでしょ、これ溶けたらね、こうルーは完全に溶けないとねまずいんで溶かすんですけど、こんな感じで溶かすんですけど、他のねちょっと混ぜて、これでちょっとねカレールーがちょうどいいかなっていうのをねちょっと見るんですけど、カレールーが全部溶けて、もう半分ぐらい入れたらいいかな。結局3つ入れましたね。でこういう感じで入れるでしょ、こんなもんですかね。これでね、これちょっとね、これでねちょっとだけお水入れるんですよ。ほんのちょっとだけ、もう焦げついちゃうんですけど、ちょっとだけね入れて、ちょっとなんかルーをなじませる。いやこれ私が勝手にしてるだけなんですけどね、まあこんな感じ でそれであとはねちょっとここにご飯入れます。でねご飯ね、でこれですね、まあご飯、温かいご飯入れるんですけど、まあねこんな感じで、こんな感じですかね、はい。で入れて、これでねとりあえず火をつけないで混ぜるんですよ。でねちょっとね全部にカレー、白いご飯がちょっとカレーのなんかあの色になったらねいいかなっていう、まあ、いつものカレーだと飽きるん でカレー粉はねなんか微妙に残ってとかするとこれにするとねなくなるんで、なんかカレーなんか家のご飯ってなんかそれの料理をするからといって材料を全部集めてきれいに使ってしまわないじゃないですか。だから毎回新しいご飯するって言ったってなんかね材料が余るんで、結局はなんかこう持続可能なねなんか料理じゃないとね、もう毎回新しいと残り物ばっかりになるでしょ。だからねそれが次残ったのを使って、次残ったのを使ってみたいになるんですけどね。こんな感じになってね、なんかカレーチャーハンっぽいでしょ、なんかこれカレーチャーハンって言ってたんですね。あとだからちょっとまあ私のまあこだわりとしてですね、ちょっとまあカレーの風味があった方がいいかなっていう感じで、ちょっとねこのほんのちょっとなんですけど粉をちょっとするっていうね、はい。でそれねいいかなとかって思ってたんですけど、まあ日本人なのでなんかねお醤油味があった方が食べやすいかな、カレー粉ばっかりだって思って、ちょっとね途中からねあのカレー粉だけじゃなくてねお醤油ちょっとだけ、ほんのちょっとだけねするっていうか、お醤油って香ばしいじゃないですか焼けたらね、ちょっとだけちょっとだけなんですけどね。でこれちょっと、周りに真ん中寄せてお醤油焦がさないとまずいので、ほんのちょっとですよ、ちょっとだけね、で焦がしてで混ぜるっていう、まあ隠し味って言うけど隠れてるのかな、ちょっと分かんないですけどね、はい。こんな感じですね。これでね、まあでも緑のあれが綺麗でしょ、ピーマンが。だからこう見て綺麗だなって思う大きさにしとかないといけないんで、でこれがねこれで出来上がりなんです。
よくね、子供たちとね、最初はね、長男をたくさん量を入れて、下の娘は小さく入れて入って出すと、なんかすごくね、なんか区別したみたいになるので、とりあえずね、4人ともね、同じ量入れてて、で子供同士で調整してました。それの方がね、円満なんですよね。残り物を合わせたようなチャーハンなんですけど、これが、我が家のカレーチャーハンと呼ばれるものです。はい、カレーチャーハンができました。まあなんか今カレーかチャーハンかなんか、なんかちょっと 間みたいな、ドライカレーでもないかなみたいな感じなんですけど、まあ子供たちが大好きで、まあ、食べながらですね、この豚肉がね、いい仕事してるんですよ。だからそこら辺をね、ちょっと試してやっていただきたいなと思います。まあ、ピーマンもなんかそこそこ大きい方が綺麗だしっていう感じで、まあカレーとか他のチャーハンとか、なんかいろんなのに飽きた時にですね、ちょっと試ししていただきたいなと思います。ちょっといただきます。美味しいですね。なんかカレーよりさっぱりしてるし、まあなんか日頃のチャーハンと味が違うしっていう感じで、ぜひ作ってみてください。